シリーズ第11弾作品。いわゆる浅見光彦シリーズ作品の一つとして数えられる作品であるが、それまでに発刊され、また本作以降に執筆された作品とはパターンとして異なる点が多く、シリーズ内でも異色の作品とされることがある。大まかなものとしては以下の通り、宿敵組織の登場。本シリーズにおいて登場した詐欺組織である、 保全投資協会が初登場した作品であり、本作以降に執筆された、数作品では、同組織の残党と先見との対決が描かれる、ことから、浅見光彦シリーズ、対保全投資協会編の初作として扱われる。先見の知人の死。本作は、浅見光彦シリーズの初作。 言葉伝説殺人事件以来となる、浅見光彦の直接の知人に死亡被害が出た、事件である。そのため先見は、普段の好奇心とは異質となる復讐心を剥き出しに、して、事件を追っており、通常のシリーズ作のような第三者視点では犯人を、追っていない。犯人の処遇上記のように復讐心ゆえの事件解決の結果として、 先見は情すらも滲ませない完全なる断罪を持って犯人を直接捉えて警察に突き出している。通常、浅見光彦シリーズにおける犯人の末路は事故や自殺による被疑者死亡の場合が多く、先見自身も犯人の事情への情からこれを黙認している。しかし、本作のケースにおける浅見光彦は復讐死に上に犯人に対して普段彼が 犯人に求める潔いけじめとしての食材ではなく、犯人から命以外のすべてを奪い去る、惨めな食材を求めている。沼津市在住のサラリーマン家庭、漆原家の娘である稽子に縁談が持ち込まれる。相手は銀行支店長のご令即。良い縁談と喜ぶ母だが、稽子の兄で目下失業中の広氏は浮かぬ顔で、思い詰め。 妹に対して一つの頼み事をする。もしも俺が死んだなら、俺のワープロを、ある友人に渡し、それで、まず俺のフルネームを打ってもらってくれ何をバカなと笑う、恵子だったが、見合いの数日後にヒロウ氏は本当に、駿河湾で遺体となって発見され、帰らぬ人となった。稽古は、兄の遺言を果たすため、兄のワープロを持って、 兄がワープロをもらってほしいと名指しした友人を訪ねて、東京都北区西ヶ原へと向かう。その友人の名は、浅見光彦。兄とは、大学時代の同期であり、ある事件を通して、親友とも言える中であった人物。その友人の死に、先見は、大きなショックを受け、稽古と共に一連の事件へと立ち向かっていく。 これまで、ドラマ化された4作品ともに共通する原作からの変更点として、広志が生前に光彦と再会している点がある。浅見光彦ミステリー5、エチゴの殺人事件は、日本テレビ系の2時間ドラマ、火曜サスペンス劇場で1989年1月10日に放送された。浅見光彦シリーズ6、漂白の学人越エチゴ、 沼津殺人事件マイナスは、フジテレビ系の2時間ドラマ、金曜、エンタテインメントで1998年7月17日に放送された。浅見光彦シリーズ24、漂白の学人は、TBS 系の2時間ドラマ、月曜、ゴールデンで2007年10月15日に放送された。内田康夫サスペンスシーン。 浅見光彦シリーズ漂白の学人エッ H5 沼津、悲しき殺人者は、TBS 系の2時間ドーラマ、月曜名作劇場で2017年10月30日に放送された。平岡優太、4代目、浅見光彦に、就任10.30、漂白の学人で、デビューオラカニュース、平岡優太を主演に迎え、新、浅見光彦シリーズが始動。主要キャストも一新。 漂白の学人ミュージックドット j p n e w s ありがとうございます。